おはようございます。2024年9月27日本日は金曜日ということで、江南駅の西口でご挨拶運動させていただきます。改めましておはようございます。江南市議会議員の大山豊和でございます。本日もどうぞよろしくお願いいたします。雨ですよ。パラパラですけどね、そんなにザーザーは降ってません。本当にパラパラですが、それでも雨です。今日は本当にね、傘ご用意いただいて、一日こんなような天気だというふうに天気予報も言ってましたのでね、傘の余裕を忘れなくおいでいただければというふうに思っております。さて今日の話題です。昨日私補定駅、東口でご挨拶運動してたんですが、その補定駅東口の東広場のところにオリーブの木が植わったポットがあります。移動ができるポットがありまして、結構大きいんですよ。そのポットのところ周りがベンチになっており、ちょうどねベンチに座ると後ろを振り向くとね、そのポットのところが手がちょうど届くんですよ。そんな関係でしょうか、心ない方がその中に、昨日のゴミの量からするとお一人ではないと思います。パンのゴミや、そして何かアルミホイルみたいなもので包んだもののゴミ、さらにはジュースの缶から、ブリックパックのね、紙パックのジュース、さらにはペットボトルなどがそこに、心なく捨ててあるんですね。これね、毎週僕木曜日に行くと必ずチェックするんですが、毎週必ずあります。非常にそういった心貧しい方、そういった方がねここを、利用してるんでしょう。地元の方とは限りません。外から来られる方も利用されますので、どなたが使われているか分かりませんが、でこれもうすでに数週間前から何か対策をというふうに市の職員の方には話しておきました。ところ、昨日ですね、何か対策は打つのっていうふうに聞きに行ったんですよ、市の方に。そうしたところ、せめてね出てくる回答は、上に網を張るとか防犯カメラを設置して監視するとかというね、ありきたりのもう当然のようなね答え、もしくは経費のかかるような答えが出てくるんじゃないかなというふうに思っていたんですが、さにあらず。これびっくりしました。何かしたら私もね全然想像もつかなかった意表をついた答えが出てきたんです。もう本当にね僕は素晴らしいと思いましたね。何か植木鉢の中の土の面が植木鉢より下にあるもんですから、これね外から見えないんですよ、ゴミを捨てたことが。だからゴミを捨てるんだろうと。要するに、あいつゴミ捨てたってすぐ分かればいいわけですよ。簡単な答えだったみたいです。何か土をこの植木鉢すれすれまで盛るか、ちょっとね増やして盛ってやったらいいじゃないかと。そうすれば缶を捨てた、ペットボトルを捨てた、ゴミを捨てたというのが周りから見えて、あいつゴミ捨てとるがやとすぐバレるわけですよ。素晴らしいですね。大きな経費をかけずに、可能な限りのメリットをね、享受するというね、素晴らしいアイデア。もう本当にね、江南省職員のね、素晴らしさ。拍手喝采の状態でした。ぜひともですね、早めに手を打っていていただいて、あそこにゴミがね、入らないように、せっかく美しいオリーブの木、オリーブが実がなってるんですよね、これがね。ですから、ぜひとも、綺麗にしていただきたいと思っております。話題変えましょう。今日実はこの9月27日というのは世界観光の日だそうです。世界観光の日ということで、江南市ちょっと世界に目を向けてみると、私先日行ってまいりましたカンナムにおきましても、今世界中の旅行者インバウンド、日本へ来るインバウンドは、実を言いますと当たり前のように日本人が行く京都や東京にはあまり目をくれないそうです。こんなとこ聞いたことないぞというところへね、たくさんのインバウンドが行くそうです。例えば例を挙げますと、よく写真にありますよね、山梨県の鳥居と五重の塔の向こうに富士山が見える山の中腹にあるお寺、これそこしかない町だそうですが、それ目当てに観光バスが1日何十台も行くという話です。江南市も富士があります。そして、木曽川のね美しい流れと風景があります。これ韓国の旅行会社エージェントの方に江南市、この江南市について問われました。大山さん、そちらには、泊まるホテルはありますか、そちらには泊まるホテルはありますかと言われたんで、もちろんあります。
インターコンチネンタル系の、ホテルインディゴというホテルがありますとお答えしました。他にも観光地はありますかと聞かれたので、日本最古の天守閣がすぐ近くにあります。車で10分もしないところにあります。さらには、あの三英傑だった織田信長が最初に城下町を築いた町もここもすぐ近くにあります。楽市楽座を開いた場所も近くにあります。もっともっといろいろね、例えば奈良の大仏より大きな大仏がなんとサングラスをかけた状態で見ることができますなどと答えたら、この韓国の旅行会社のエージェント、こうなんだねと、これからはカンナムと同じ名前のこうなんですから、パンフレットにこうなんと大きく書いて韓国のね旅行会社に並べれば皆さん行きますよということで、こちらにね外貨を落としていってくれる、儲かるコーナーになるというふうに私は感じております。ぜひともですね、皆さんもいろいろご協力お願いいたします。今日は私11月16日だったかなに行われます江南市で行われますキムジャンキムチの手作り講座の打ち合わせに、名古屋名駅の西側にあります名宝という名前のキムチのね、経営して見えます田中社長のところに打ち合わせに行ってまいります。夕方16時にアポが取ってありますので、3時ぐらいに出発しまして16時、帰りは5時ぐらいになると思いますので、名古屋あたりをうろうろしておりますので、ね、また見つけましたらお声をかけてください。では今日も素敵な一日になりますので、雨お気をつけてください。いってらっしゃいませ。ごきげんよう。